一緒にうなぎやりましょう。そしてぜひ10月はつまつりあの強さ声にお越しください。それでは踊っていただきましょう。どうぞ。はい、ご紹介ありがとうございます。三重県津市からやってきましたあの強さ声ハッピーアーカイブです。津市民というのは本当にうなぎが大好きで、僕あの実は群馬県出身なんですけども、初めて三重に知らなかったの知らなかったの、初めて来た時に本当にうなぎ屋さんがいっぱいあってびっくりするやつで、友人の直哉ってやつがいるんですけども、その直哉も寿司よりも焼肉よりもうなぎが好きだっていうぐらい本当にうなぎを食べる、寿司民はうなぎをすごい食べるんですね。そのうなぎを好きすぎてうなぎサンバというサンバを作ってしまったぐらい好きで、そして今回も先ほどと同様に北海道大学園の皆さんと、元気な北海道大学園の皆さんと一緒にうなぎサンバを踊りたいと思います。よろしくお願いします。それではうなぎサンバ構えて、さあ会場の皆さんも一緒に手拍子でやっと盛り上がっていきましょう。お客様にありがとうございました。ありがとうございました。
あの強さこいハッピーアーカイブの皆さんでした。続いては今ステージ上にいる北海道大学園の皆さんにみんなでこちゃえーのレクチャーをしていただきたいと思います。それでは踊っていただきましょう。どうぞ。